ギボアイコは日本の女性作家。タレントとしても活動していた。神奈川県横浜市生まれ。1980年代にテレビで機体の霊能者として取り上げられたことで一躍注目を浴びた。著書も多数出版され、ベストセラーも多数存在した。霊能力があるとして多数の信奉者を生み人気を集めた一方、 その能力についての心眼論争も話題となった。4歳の時、左目に火箸が落ち失明寸前となり、1年ほど闘病生活を送ったが、それでも視力は回復せずほとんど見えなくなった。本人によれば、6歳頃に自分の中の霊能力を自覚したといい、蔵が燃える風景や自殺した人が飛び込む風景などが見えていたり、 車に轢かれた弟の体から魂が抜けて、登るのが見えたという。義母は相談者の守護霊の声が聞こえ、姿が見え、亡くなった方が守護霊になると、その人物の側に行ってもなんとなく温度を感じず、生きている方が守護霊だと体温のような温かさを感じるとのこと。そして、 相談者の亡くなった肉親の例と話すことによりその肉親について他人が知り得ない事柄や相談者の家の構造や家具の配置などを言い当てたとされる。霊能力の一つとして霊視が可能で人の持ち物からその人物にまつわることを見たり建物などの過去や過去にあったものを見る遠隔霊視する力もある。右耳は先天性の難聴により 聴力を失っているが、その右耳で例の言葉を聞くことができた。幼少時、会議主義者の父や母親からは、その得意体質を非難されたが、兄だけは受け入れてくれていた。そのため、兄の戦士は、かなりの辛さだったといい、墜落した海に行った際には号泣し、お兄ちゃんと連呼していたほどであった。また、義母の弟は飛び出した際に車にひかれなくなっている。 普段は、次男、かずめの母親であり、主婦であった。1961年のテレビ出演を機に、人気が高まり、多くの講演会を行うようになる。1970年代中頃から、心霊研究家の放送作家、ニークラ・ユアオと共に、日本テレビの、あなたの知らない世界に出演、また、女性週刊誌。 女性自身の有名人との対談連載などによって1980年代後半に話題となった。芸能人のみならず多くの文化人とも霊視対談を行った。1990年代に入ってから彼女の霊能をテーマとした多くの特番が組まれ、著書がベストセラーにもなった。しかし1993年にはその霊能力を疑問視する。 物理学者の大月義彦や、女性誌から批判を浴びた。1995年のオウム心理教の事件の後、オカルト的な放送をすることに批判が高まる中で、出演回数は低下し、約5年間テレビ界から遠ざかった。2001年から2003年まで、フジテレビ、力の限り号5号のコーナーに出演。話題となった、力合わせて、 午後5号義母スペシャル協力版が最後のテレビ出演となった。2003年5月6日、遺願のため死去。71歳没。葬儀は本人の生前からの遺言で親族のみの密葬で行われた。霊能力に関して批判していた大月義彦は霊感症法等により露骨な金儲けを行うようなことは一切なかったところは評価できる。 私は、彼女の霊的現象について、疑義を持っていろいろと批判、検証はしたが、彼女の人間性や、人柄までは否定するつもりは、一切なかった。と追悼のことを述べた。霊視霊能とは別に、希望の人間性を評価するものも少なくなかった。元英語教師ということもあり、英語にも堪能で、通訳を介さずに、ユリゲラーと会話を行ったことがある。 漫画漫画ビデオソフトカセットテープケ文社、大百科シリーズハット ABCDEFG 別冊、宝島1199号、日本、霊能者列伝 ISBN978 から47億9664万8066、ABC 霊能力者の義母愛子さんが、胃がんのため死去 ABC 後ともおひで、オカルト徹底批判。 朝日新聞社1994年5月15日、長瀬ほか、ギボギボ90分。ピアニッシも55から57には、長瀬優位によるギボの英語力についての説明があり、そこでは、1991年10月の t b s 系特番、脅威の霊能者、ギボ愛子第3弾でギボが、国際電話で、ユリゲラーと英語で議論したことが紹介されていた。 総大名誉教授の大月義彦さんに聞くスピリチュアル番組問題抗原霊誌は事前調査の成果タレント情報をネットで検索大月義彦疑惑の霊能者疑惑愛子の謎 ISBN4 億9464万 4825X ハット新とんでも超常現象60の真相234から240ページありがとうございます